ひろしき専門店のね、一押し差し入れのひろしきを観覧の客やのに、そうそう、また来たで、この関西で大御所のさんにあかんって生まれはロシア、生じゃ関西、舞台は東京、ひろしきーずです。今日はね、大阪に来ております。ね、関西は本当に。で、大阪に来た理由はもうとある方にどうしてもお会いしたくて。とある方、うん、そう、ちょっと前にね、東京の伊勢丹でね、出会ったものがあって、出会ったの、それがね、なんかブランド品、ケンタウロス。ケンタウロス何かっていうとね、ピロシキ専門店の。ピロシキが伊勢丹であったの。そう、これをね、私たちピロシキーズだから、いろんなパン屋さんとかで見たりするやんか、いろいろ食べて見てるわけよ。で、その中でも一押し、結構美味しかった、めっちゃ美味しかったね。うん、食べてみて。これはね、カレーピロやけど、美味しいのはね、この赤ピロとかも美味しい。私も赤ピロも食いたかった食べてみて。あー、めっちゃいい匂いする。うまっ。何これ、カレーの中にソーセージが入ってる、めっちゃうまいやん、うん、昔からピロシキについてずっと文句を言ってることがあって、日本で売ってる多くのピロシキはカレーパンみたいな、うん、中に肉が入っててみたいなのがあるんやけども、ここで見たのがいろんな具材が入ってた。あ、いろんなピロシキがあって、そうそう、明太子の何かとか、なんかあんことチーズが混ざったような、クリームチーズが混ざったようなやつとか。でもこれがな、正解やん、ロシア的には。ピロシキっていうのはパンの生地の中に具材が入ってることをピロシキっていうから、何入れてもいいね、別に。まあ、甘いものやったり、ちょっと塩辛いものやったり。アンパンはロシア人からしたら、うん、あんこの具が入ったピロシキやね。で、それを理解してかしてないか分からへんけど、ちゃんと再現できてたの。いろんな具材があって、でそれに感動してマネージャーにお願いして行ってもらってお店にいて、最終的に社長まで繋いでいただきました。すごいな、そのマネージャーもすごいなほんでその社長がなんと、うん、濃い方で、これはぜひとも動画を撮りたいと思って今日は見学もさせてもらいながら、このピロシキのところでお話を聞こうと思って。俺結構テンション上がって久々、ちょっと面白いな。そうそう、じゃあお呼びします。お願いします。どうも、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ関西の雰囲気、あんまり関西っぽくないと思うけど、実は関西。いや、もうけどがまず関西、いや、オーラがもう関西のオーラが出てるもんな。そう、おかしいなそんなオーラ出してるつもりないな。そうじゃないけどな。え、そこが自分らとも共通するわけよ、関西っていうところ。ロシア生まれ関西育ちなんで、自分たちで。ピロシキーズっていう名前も、具材が何か分からへん、食べるまで。私たち見た目が外国人やけど、味わって食ってみてもらわんと、どんなやつがなんか分からへんねんでって、中身が関西人ってことも分からへんでっていうので、ピロシキーズなんですよ。私も中身が関西人で分からへん関西人。いや、分からへん、見るからへん関西人おかしいな、ピロシキちゃうこれって、な、思ったんですけど、なんでケンタウロスなんですか。ロシアってケンタウロスじゃないやん。ケンタウロスっていうのは、もともとうちの父が大好きやったピロシキが、子供の頃からいつも買ってきてくれてて、父が大好きやったピロシキ、今も他界して20年なんねんけど、13回忌の時に兄が親父の好きやったピロシキ買ってきたで、父の思い出話に花が咲いて、兄が副業でやってるたこ焼き屋さんでピロシキ出したいから、まあレシピ手伝ってくれって言われて、そこからピロシキ屋をやることに。え、それはたこ焼き屋さんでピロシキをやってみるっていうところからの発想だ。そこまではピロシキの作るとかそういうのはなかったってこと。一切な、パンも焼いたこと。食べたことはあるが、そのお父さんが持ってきた。ちっちゃい時からあのなんかアベノとかで売ってたのをしょっちゅう買って、ラテン音楽とピロシキが大好きなお父さんになって。なんか何気ない一言やな、でもピロシキ作ってみる、ピロシキ売ってないよなから始まって。ピロシキ結局たこ焼き屋さんで作ってどうやったの。レシピを研究するのに毎日20個ぐらい作って友達に配って、うんうん、美味しいはいらんから、こうダメ出しだけを欲しいって言って、うんうん、それは兄弟喧嘩して、もうやめじゃんとなって、それはまずいって言われて怒っちゃったんです。しょうもないことで嫁をかばいやがってみたいなやっとられよ一緒にはっていうのから、こんなに毎日毎日研究したのに、じゃあ私のピロシキはどうなるのというので、じゃあ楽天で私一人で出すわ、通販で。まずは楽天でまず第一号で。その時からもうこのケンタウロス、ケンタウロスってうちの父の名前がケンタロウっていうから。そういうこと嘘でもさ、でも笑ったけどいい話かもね。父の携帯番号を私の携帯にケンタウロスで入れてたからなるほど、親子の思い出のピロシキを。そんな思いがあるんだ、つぶながら。で、これは関西やから。関西やから。いや、二色釣りが安いって言う。なんで
してゼブラには人が集まるっていう言い伝えが。なるほど。あの、儲かってますか。まあ、ぼちぼちでね。儲かってますね。だいぶ儲かってますね。これは神戸広式っていうことで聞いたんですけど、でも東京とか全国でどういう仕組みで売ってるんかちょっと分からない。百貨店とかに売ってる、うん、そう、百貨店の週替わりな感じでいろんな百貨店を出て、で駅サイズと、あと生協さんって言って家に宅配で届くのと、うんうん、それだけそこそこ手広く、じゃあ結構いろんなところにこう出現したり、神戸広式でお店が大阪にあるのはなんでやっていう質問がよくされるんですけど、じゃあ佐世保バーガーは佐世保にしかありませんかっていう、まあそうやけど神戸広式が大阪にあってもえ、でも神戸にあったことはないんですよ。神戸にお店は出てないんですか。え、なんで神戸ピロシキっていうのは玉ねぎミンチゆで卵のピロシキを神戸風の神戸ピロシキって。そうなんだね。まあ昔の某有名な、あ、ありますね、有名なモスクワ神戸。じゃあちょっとこう真似したってことですか。さ、真似はしてません。ちょっと待って何でさ、なんでもややこしい。まずモスクワの味が神戸の味になってて、モスクワの味ではないわけや。初めはピロシキだけで出して、そしたら結構有名なパン屋の社長がうちのピロシキを食べて、これ神戸ピロシキやん。あ、なるほどな。あって言われて、神戸つけたらちょっとおしゃれ、あーちょっとかなっていうので、神戸風やって言うから、で神戸ピロシキ。具材がめっちゃ多いじゃないですか、うん、それはロシアでは本当はいろんな具材を使うっていうのを知っててやってたんですか。それともこれ何入れても美味しいやんっていうのに気づいたの。どっちにしようどっちに初めはなんかあの赤ピロと白ピロとしかなかった、うん、種類を増やしていこうかなっていうの で、まあ、何でも包んであげたらピロよねっていうところから、発想は何でも包んであげたらピロやけど、そこがちょうどロシアとマッチングしてたっていう、知らず知らずにマッチング。ピロ式っていうのは結局具も大事なんだけど、具じゃなくて皮なんですよね。皮ってか缶か、生地なんですよね。生地にこだわってる証拠やと思う。具材をいっぱい入れてみよう、色あれもやってみよう、これもやってみようって。甘い方のチョコピロっていうのが2012年の11月に楽天のアカウントを取ってオープンしたのが1月。その後に一番忙しいバタバタしてる時にバレンタインデーがあって、旦那のチョコレート何も用意してへんまさか。で近所のコンビニでチョコレート買ってきて包んであげて持って帰ったら、うまいわー言うてそこから生まれたのがチョコピロ。いや絶対美味しいわ。こうやって商品が生まれるんやなって今ちょっと思った。そうケンタウロス一番売れてると思う。だって専門店として生き残ってるのはケンタウロスさんなんですよ。それなりにずっと支持してきてる人もおるし、やっぱ何よりいいなって思ったのがちょっと小ぶり、中の具材が多い、ぎっしりめ。皮も美味しいんだけど、皮だけじゃなくて具材がぎっしり、これちょうどいい感じやね。普通のロシアで売ってるピロシキってもっとこう大きくて1個食べたら満腹なんですよ。ロシアってお弁当文化がないから1個ピロシキを持って仕事に行くんですよ。このサイズ感だったらいろんな味を試せる、飽きないっていうのがいいんだな。でも1個小ぶりに見えるけど 65g あって、そこそこのスカスカのカレーパンぐらいのグラムは、スカスカのカレーパンぐらいどんな説明やねんちょっと個人的に問題があって、これの商品の名前ピロシキじゃないですか、言ってもらっていいですか。ピロシキ、ピロシキなのかピロシキなのか、ピロシキ、ピロシキ、ピロシキ、関西ではピロシキ、ピロシキ、ピロシキは関東、関東ではピロシキかな。だから自分が聞き慣れてるのはピロシキ、ピロシキ、ピロシキ、ピロシキは風呂敷のイントネーションと一緒やから、そうだからピロシキ、ピロシキ、ピロシキちょうだいっていう、ピロシキちょうだい、ピロシキちょうだい、もう正式にはピロシキちょうだい。正式なのかな。これを認めてしまうとなんか負けた気がするよ。いや俺はピロシキやと思ってる。でもロシア語やったらピラシキ、ピラシキ、ピロシキ、ピロシキ、ピラシキ、ピロシキ、もうややこしい。ピロシキ、あれ何やったっけ、ピロシキ、ピロシキ、これを機会に全国で統一しようよって思って、うん、あよくピロシキにしようかも。そう、祭事とかで百貨店とかで売ってたらもう必ずおっちゃんがギャグでピロシキがって言うていくの。あだからピロシキの方が、そうしましょうか。いや俺もそういう意見にちょっと賛成してきた。だから日本で最初に広まったのも神戸やし、うん、そこからこうやってねケンタウロスさんもやっぱ大阪でもうどんどん広まっていってるわけやから、うん、だからピロシキで、はい、正式に今回決めさせていただきましたので、はい、あれちゃん言ってみて。ピロシキ違うってか
いやでもなんかこれのねお店のねこう由来が分かってちょっと良かったわ。そうやね、最初楽天で出店して数ヶ月でその楽天うまいもの大会に抜擢されて、もともと住んでた家を改造していつでも辞めれるわぐらいの気持ちでやりだして、そこではもうこんな中華鍋で具作って、でそこで楽天うまいもの大会阪神百貨店のに出て、でその時にニュースにも新規オープン店も出店しますみたいな取材が来るって、エントリーした時に1日100個ぐらいしか作られへんっていうことは入れたはずやのに、面談で1日100個なんかダメですよみたいな、いやいや入れたのにって、でそこから突貫で今の工房を建てる、急いで、そう、その数ヶ月で機材入れてうまいもの大会に出て、その後ゴーン行くからって言われて、もう夢と希望にあふれて、ニュース番組やから食べて美味しいとかないねん、こういうものをやってます、朝の番組みたいな、でしかもなんかちょっとあのダメ出し、明太ポテトもうちょっとじゃがいも感出した方がいいなぐらいの、最後に白ピロ食べてこれは間違いないうまいわっていうとこカットされて、スコーンも行かず、もう何事もない日常ができたまま、借金とどうしたらいいか分からへん工房だよ。そのためだけに工房を作ってるわけやから。そのどこの曲ですかそれ。ボちょっと言うときます何の権力もないけど。そこからスーパーに出してもらったりいろいろしてんけど、なんとかせなあかんと赤字が続いてるし、芸能人が美味しいってつぶやいたら結構バーンって跳ねたりする、いますよね。そうそうそう、 SNS とかの時代やし。そうなんですよ。でハイヒールとかに食べてもらうのが一番、知り合ったディレクターがいてたから、でディレクターに差し入れ持っていくわ、誰かに食べさせてくれてるやろうと思って、うんうん、2、3回目行った時に、あちょっとディレクター席外してますから持っていかれますかって言って、館内に来られてるやつ、テレビ局入って OK のやつ、うん、貸してくれた。誰も文句言えへん、私がどこあるテレビ局の中を散策してハイヒールさんの楽屋を見つけてまさかセコンコンって、あの差し入れ、誰からの差し入れですかって言わないですか。ハイヒールさんおれへんかって、マネージャーさんもおれへんかって、うん、あちこちうろうろしてたらちょっと不審者やってバレて、結局はつまみ出されたハイヒールさんに結局風呂敷は届いたんですか。届いたんですよ。でマネージャーさんからお礼の電話はいただいた、一応お手紙も入れてたんで。あ、そういうことか、そういうことか。でもつまみ出されたつまみ出されて、ピロ式持って歩き回ってる女の人おるって、この力。そこからそのディレクターから電話かかってきて、うん、中川さん困りますと言って、まあ、お礼の電話もいただいたんやけど、バンジュで持って行ってたから、それを回収に行ってね。だからあ、それは計算してまた持って、そのまた もらいに行こうと思って。ああ。でそれ回収に行った時にテレビ局入って行ったら、もう受付の人が私の顔見たら、こんなんって。不審者やもんちょっとやってることはやばいんだけども、でもそれだけピロシキを広めたいという、そうそうそう、私のピロシキは強かった。ピロシキを広めたいがために探偵ナイトスクープ2回も出てるそう、でもピロシキの宣伝させてもらえへんかったって言ってそうそう、でももうそのためだけに2回も出てんねんで、探偵ナイトスクープに。ハイヒールのマネージャーの名前をゲットしたわけです。ちょっと怖いわもう。今度は収録応募して観覧を応募して、うん、差し入れの形式を観覧の客やのに、そうそうそうまた来たでこの不審者すぎそういうのもあって今ここまで広まってきてるんですか結局は。だから1回目のナイトスクープに出た時の探偵が差し入れで出したら美味しい美味しいって、うん、通販で届くやつに名前と住所一緒に書いてあるから通販申し込もうとしてる。いやいやそんなん別に送りますよ。 LINE 交換して、でそこからお付き合いがあって、相方が食べたい言うて相方さんに送りますよ。で誰々さんが食べたい、うちの沖縄の親父が食べたい結構送ったのに一回もテレビで美味しいとか言ってくれへんそんなん言うたらあかんそこで。そこからお笑いとか見に行って楽屋に感動差し入れ、あ逆にそうそうそう。で別にその時怒られへんかったから調子に乗って関西で大御所のさんにあかんってそれはあかん、ものすごい怒られちゃうおさんは突然物をもらうのが大嫌いです俺干されませんみたいな結局その世界を手を借りずに阪急パンフェアからオファーが来て、そこから広まっていった。よかったわ、なんかもうそんなもう悪どい商法で広めてみんなに食わせて無理やり SNS で書かせて、神様見てるんですよ、やっぱ悪さには手貸してくれへん。まあね、本当はね、ピロシキの内容についてもっと言いたいんですけど、これはね、この後作ってる工房を見せていただけますか。あんまり内容に細かく触れてこなかったんやけども、もうほんまに個人的に一押しやから、作り方もちゃんと安全で健全な作り方してるかとか、こう見えてものすごい真面目に作ってるから、
あ、なんかね、なんだっけ、売り文句追求したのは、本当に美味しいピロシ。安いの1個200円台とかやってたんですよね。そうそう、200円台です。具材からこだわってるから、みんなそう言うんですよ、具材からこだわってるって、どれほどのもんかなって。ちょっと悪い顔になってるよ厳しい目で見ていこうかなと今日は。じゃあちょっと続編の動画の方に移っていきたいと思いますが、何か言い残したことありますか？今回は言い残したも何もっていうね、お前らが呼んどいて言い残したって何やねんっていうね関西の女性の中ではめっちゃ綺麗やと思う。うん、めっちゃ綺麗。何ピロ欲しいの？80ピロぐらい。めっちゃ欲しいやん。なんか他にやられてるんですか？一応ね、去年あのミセス・ミズ・アース・ジャパン2020。ミセス・ナス。ミセス・ミズ・アース。ミズ・アース。アース・ジャパン。アース・ジャパン。っていう、まあ、言えば、あの美魔女、ミセスのコンテスト。あ、そういうのやってるんですか？近畿大会ファイナリストから選ばれて、日本大会ファイナルステージのファイナリストまで。エントリーだけしますわって。だからもう勝ち抜いちゃって。ねえ